こんにちは。次の駅、こちらは函館本線の仁山駅でございます。左大沼ですね。確か大沼友人駅。右が新幹線の駅、新函館北斗でございます。で、この新函館北斗はね、まあシール貼られてますけど、まあ皆さんご存知の通り、昔は本郷駅だったんですけども、新幹線が来たということで新函館北斗になりましたね。しかもちょっと名称がね、いわくつきなんですけど、本当はね、新函館にする予定だったんですよね。まあ、新函館の方が短いし分かりやすいと思うんですよ。新函館北斗、新函館北斗ってよりね、僕は函館北斗、函館北斗って言ってるんですけど、新函館の方が言いやすいと思うんですけど、なんと新函館北斗が北斗、函館市ではなく北斗町にあるからということで、なんか北斗町長がなんかちょっとなんか出しゃばってきて、北斗を入れろ、北斗を入れろってこう出しゃばってきて、新函館北斗になったっていう話を聞いたんですけど、どっち、なんか言いやすい方がいいと思います。長いと言いにくいよね、新函館とか、黒部うなずき温泉とか、ちょっと長いと思うんだけどね、黒部温泉とかね、それは当たらないと思うけど、これでも新函館でよかったんじゃないかって僕は思ってるんですけどね、本郷はちょっとあまり分かりづらいと思いますけどね。こっちはですね、函館本線、函館方面ですね。で、こっちが、長万部、室蘭、札幌方面ということになりますね。で、ちょっと向こうなんですけどね、遠くなんですけどね、あれなんかタワーみたいの見えるんですよね。あの遠くに。見えるかな？わかるかな？ほら、このタワーが見える。あれ多分あれでしょう。これこれ。これ五稜郭タワーじゃないですか？多分こっからだと函館市が見れますね。見ることができますね。あれ多分五稜郭タワーだと思います。なので函館市も見えるということで。駅の周りですね、こっちは民家あって、そこ農家あるんですけど、さっきのこのチリンチリンチリンに慣れたのか、熊鈴ですね、さっきまでヤギが、めー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 ってめちゃくちゃ反応してました。その青いところにいるんですけど、めちゃめちゃ反応してて、で、あ、言ってます、ほら。ね。めいめい。こう鈴、ほら、聞こえるか、聞こえないか、あんまり。見えないかな。その青いところにいるんですけどね。ヤギね。見えないですね。で、こっちが、2面2線なんでね。函館方面の列車が僕が立ってる方に行きますね。で、大沼とかね、札幌方面はそっちに行くということで。まあ、渡っていきましょう。行って、ぶつかった。今、ちょっとこれにぶつかってしまいました。大丈夫そうですね。で、まあ、自分でホームに上がるような、踏切、構内踏切があって。よいしょ。いやー、ここね、僕が来たかった駅でもあって、まあ、秘境駅でもありますね。リクエストシリーズもあるし、古い駅舎が残ってるっていうことで、ね、これ、仁山駅っていうことで来てますけど。ちょっと肌寒いかなって感じはしますね。やっぱこの時期なんでね。ただ雪はないですね。こっち何なんでしょうね。なんかこれなんか、道具みたいな、なんか、昔の待合室だったようなんですけど、当然開かないですよね。なんかいろいろとストーブとか椅子とかあったりするんですけど、こっちは開きません。なんで、こっちに入ってきます。こっちはね、何なんでしょうね。まあ開かないんですけど。ヤギも鈴が嫌なんでしょうかね。動物結構これ嫌いなようで。カラス逃げますし、あと重いんだな、この扉。カラス逃げたりとかですね。アオサギもこの前、わっとか言って、って気づいなかったんですけど、アオサギに。逃げてきました。鹿もね、固まってたんですよ。これ聞いた人がぴょんぴょん飛びて逃げていって、いつの間にかいなくなってるっていう感じで。どうやら動物はこの熊鈴の音が嫌なものらしいです。うわ、なんかおじさん来た。ということで、こちら駅根もできますね。ていうか、ここ綺麗ですよ。なんで、すごく駅根するにはいいと思います。しかも横も広いしね。あと、まあまあ、すんごい秘境ってわけじゃないので、まあ、いいかなって感じはします。こちら、今、料金表ですね。隣が新函館北斗なので250円です。大体ね、距離 3.3 キロってなってたんで、まあ、歩いて行ってもいいんですけど、まあ、次の列車がですね、14時53分で来て、16時3分。なので、1時間10分ぐらいの滞在で済むんですよね。ちょうどここ、列車の列車交換っていうか、待ち合わせがあったところですね。でちょうど14時53分に列車両方とも行ったんで、まあ新幹線に乗って帰るので16時3分の函館行きに乗るんですけど、まあ1時間待ってても、歩いても大体同じになっちゃうと思うんで、ここで待ってようと思います。函館540円、新函館北斗250円ですね。森が640円、約も1290円、で2100円ということで、
新函館北斗が今終着ですけどね。次、確か、新八雲ができるということで、確か2031年の中に、ね、新八雲ができるっていうことらしいんですけど、果たして利用客がいるのかなって感じ。長万部は決定して、新八雲も決定したのかな。なんで、新函館の次が新八雲、そして長万部というふうになっていくと思います、駅が。結構1時間に1本ぐらい来ますね。函館本線上り、函館方面も。まあ11時、13、15、19台がないだけで、逆に下り、森長万部方面が少ないということですね。1、2、3、4、5、6、7、8本しかないかな。あれ、車に乗ってきたの、なんかおじさんどこ行ったんだろう。で、ここ重いんですよ、扉が。なんかいかにもね、今いたんですけど、オタクっていう感じですよ。メガネかけてて、なんか、レンズのなんか大きい、なんか、なんていうの、センスのないメガネ。そしてなんか寝るシャツ、緊張感のないプチメタボ、なんかどっかどこの床屋で切ってんだか分かんないような髪型ですよ。なんかもういかにもいかにもって感じの方ですよね。うわーって、鉄オタだなーって感じの方が今車で来ましたけど、どっか行っちゃいました。ということで、これ、新山駅ですね。あ、いい駅舎ですね。僕来たかったんで。で、こう、トイレ。で、こっちになんか駐車禁止って書いて、駅前駐車禁止って、いや、いいでしょう。駅前に駐車するぐらいと思いますけど。こっちの人のことなんでしょうかね。で、ここね、関西重機建設株式会社っていうのがあって、で、民家があってですね。ちょっとこっちでしょうか。あ、ここか。あじさいの湯っていう温泉があるんですよね。新山温泉。あ、そこの人たちがそこに泊めないようにっていう意味だったのかな。で、こう、ちょっと、こっち側行って終わりにしたいと思うんですけど、ここに温泉があるんで、アジサイの今とホテルまで行って、終わりにしたいと思いますね。まあ、民家が2、3軒なんですけど、まあ、温泉利用者が駅使ってるのかな。でも車が多いね。車ばっかりですね。なんで、まあ、駅で使う人は今いないでしょう。僕、まあ、変な人ばっか、僕みたいな変なやつばっかりじゃないですか。で、新山温泉、アジサイの湯と、相手。こっちが、なんか、NK ビラって書いてますね。あ、レストラン NK ビラですね。があるっていう感じです。アジサイの湯か、ソフトクリームうまそうだ。あ、1時間あるから、ちょっと風呂でも温泉でも入ってきますかね。毎週火曜日定休日ということで、1日4日、1月4日より入浴代金540円で、1時から13時より営業なんで、あ、やってますね。あ、軽トラ来た。ちょっと1時間あるからちょうどいいんじゃないですかね、風呂入るんですよね。どうせいても、あ、なんか向こうに、あとスーパーホクトが撮ってますね。今、スーパーホクトが撮っていったところです。駅の前をね、ちょっと草木で隠れてますけど、通ってるところですね。結構長いな、7両編成ぐらいありましたね。じゃ、以上ですね。あちら、新山駅でございました。ちょっとヤギ見に行ってみようと思います。あっちに。ちょっと長くなりましたね。では、こちら駅でございます。以上ですね。